明けましておめでとうございます。どうもコミです。さて今日はですね、新年一発目の動画というところなんですけども、変わらずね、いつものノリでやっていきたいというふうに思います。今年も一年よろしくお願いします。ではですね、今日はスペリファイターズさんから見ていこうと思います。ですね、新年一発目何を話していきたいかっていうと、ペッカスパビズではなくスーパーボーラーですね。こちらのスーパーボーラーって、ペッカスパビズよりも、まあ割かし使われてない戦術なんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、だけどやっぱね、使いどころによってはすごく強い突破力のある編成なんですよね。アーチャークイーンがしっかり真ん中に入ってくれさえすれば、まあ、それなりに、なんていうのかな、援軍がラバハウンドだったらちょっと痛いんだけども、それ以外だったら結構突っ走ってそのまま突破できちゃうような、まあ、そんなね、一発の突破力を持った編成です。で、これですね、やってる方も結構いると思うんですけども、でもなんか、スーパーボーラーすぐになくなっちゃうなっていう風に思ってる方多いんじゃないかと思うんですよね。で、そこで今日はですね、そのスーパーボーラーを延命させるテクニックっていうのを、合計3本、リプレイ見ながら、話をしていけたらという風に思います。これね、僕も、この攻めを見て、あ、うまいな、SSさんみんなこんなことやってんだと思って、すげえ勉強になったんで、まあ、そこのね、知識共有的なところでやらせてもらおうかなという風に思ってます。まず1本目、やった後のアタックですね。これしっかりとこの十二支方面を削り入れながら、ここからですね、スーパーボーラーをガツンとタンホール側に流していきます。で、ベビードラでここをカットしていって、で、ここからキング出すんですね。で、キングをこういう風に壁の中に入れていきます。さらに、このウッドランチャーを使って、こっち方面をカットしていきつつ、スーパーボーラーたちが真ん中にしっかり向かうように、このサイドカットもくっそうまいんですけど、まあ一応それもね、見てもらいながら、今日話したいメインはスーパーボーラーに合わせるユニットなんですよ。何かっていうと、ペッカですね。ペッカ。このペッカ2がここにいることにぜひ注目してもらいたい。これなんですよ。俺これスーパーウィザードとか使うならわかるけど、スーパーボーラーにペッカなのって思う方も結構いると思うんですけど、だけどね、これがね、めっちゃいい仕事をします。さあ見ていきましょう。ペッカを出してからスーパーボーラー出していきますね。このウッドランチャーいい仕事しますね。この大砲を壊すことによって、しっかりと真ん中に向けて、スーパーボーラーペッカーが歩いていくルートを作りましたよね。さらにこの壁が開いたもんだから、ジャンプに乗り損ねてもしっかり壁の中からも、外からもこうね、中心に向かっていけるっていう形。で、ペッカの体力がこれ、赤ゲージになってるの分かります？これ。さらにここに来てヒーラーがペッカを回復させるんだけど、間に合わずなんだけどですよ。代わりに、スーパーボーラーがね、2体こう生き残ってるんですよ。中心部分、タウンホール壊れてもなお。これなんですよね。で、こいつらがこの壁の外側、ここの部分っていうのをガンガン壊してくれてるんですよ。分かりますかね？ここ。ここを壊しまくってくれてるんですね。だから、後ろから来るロイヤルチャンピオンがこの外周を悠々と歩き切ることができる。まだスーパーボーラー残ってるじゃないですか、一体こういう風に。で、まあ、ペッカって基本的には剣にもなれるし、盾にもなれるっていう、まあ、足は遅いけど体力もあって攻撃力もあるユニットなんですよね。で、こいつにヒーラーがついたら強いっていうのはもう結構、有名な話じゃないですか。で、まあ、それを使った、戦術の一つにペッカスパビズ、まあ、中華式があるわけなんですけども、スーパーボーラーも言って打たれ弱いんですよね、結構。中心部分で効果力にさらされると、あっという間にスーパーボーラーがいなくなっちゃって、あれよあれよという間に、なんかユニットが消えて、前回まで行きませんでしたみたいなパターンって結構経験された方多いんじゃないかと思うんですけども、さっき言ったように赤ゲージのペッカが、ああいう風に前線でこう張っていてくれるってことは、ペッカがそれだけダメージを、スーパーボーラーに入るダメージを吸収してくれてるんですよね。つまり、この吸収効果によって、スーパーボーラーが生き延びることができるんですよ。40枠のスーパーボーラー1体除いて、まあ、50枠分のペッカを入れるっていう考え方ですよね。これって。その方が、全然残りの3体のボーラーが、生き生き長く仕事をしてくれるから、結果的に全体の伸びが変わってくるっていうことなんですね。これね、スーパーボーラーだけだった場合ってどういうことが起こるのかっていうのをちょっとね、同時に見てほしいと思います。これね、結構カズさんの前回してるリプレイっていっぱいあるのに、ほんとごめんね。これをね、出すのは別に悪気があったわけではないんだけども、これカズさんがワンスターしてるこのアタックっていうのがすごくわかりやすいんです。編成的にはさっきのヤッターさんと同じで、ペッカ2が入っているわけなんですね。で、まあ、ボーラー4ですけども、ただこれのペッカがあんまりね、前線に張ってくんないんですよ。それちゃうんですね。どんな風にやるかっていうと、ここを食い火で潰してからペッカスパビズを、ペッカスーパーボーラーここに入れるんですけど、ペッカがね、こっちに行っちゃうんですね、ペッカがこういう風に。
これによって真ん中でスーパーボーラーがみんなここでやられちゃうっていう形になるんですけども、まあちょっとね、その前にまずこの食い火がすげえうまいから見てほしい。ここだけね、ここだけちょっと話がそれますけど、これさ、食い火こっち行っちゃうと思うじゃん。そこにインビジをね打って隠して再誘導していくんですよね。これ完全に多分それだと思うんですよ。クイヒこっちにこう行きたかったのにこっち行っちゃったもんだからやべえっつんで、この壁も開けてクイヒのねルート強制をしてここから流していくんですね。すんごいこれうまかったです。ただやっぱそうでしまそうなったことによってヒーラーが前に行き着いちゃっていて、こっちにこうねスイッチしなくなってるんですよね。なんでペッカとスーパーボーラーの方にヒーラーがなかなかつきません。で、まあそれをねある程度覚悟しながらペッカスーパーボーラー出していくんですけども、これペッカ1体速攻でヒーラーがいないからやられちゃって、さらにもう1体のペッカがこれ見てもらうと分かるんですけど、こっちにそれちゃうんですよね。でこれでスーパーボーラー3体がもう完全にあの無防備状態で真ん中に突っ走っちゃってます。これで投石のダメージ食らっちゃうんですね。こういう風にここにペッカがいればペッカが投石の竹取ってくれてるはずなんですよ。でヒーラーがついていって何度か回復させようと思うんだけども、これトームも耐えていくんだけども、耐えていくんだけどもちょっと間に合わずなんですよね。これトーム耐けないか耐えてないのか、あでもヒーラーが1体回復させてるとこんな感じだから、もうクロスボウ1体とスーパーボーラーの体力がほぼほぼあの回復量がほぼほぼイコールで結ばれちゃうぐらいしか回復しないんですよね。でこれがペッカだったらもっともっと耐えてくれて、後ろからスーパーボーラーが防衛壊してくれるからもっともっとこう前に行けるんですけど、ペッカが耐えてくれる仕事をここでしてくれなかったものだから、どんどんスーパーボーラーがやられちゃって、結果的に壊すための攻撃力を失っちゃってるんですよね。でこれによって全体の伸びが損なわれちゃって、でここから先が壊せてないという形になるんですね。だから本当ペッカがね前衛についているかどうか、そこでダメージを吸収してくれ、かつヒーラーのターゲットをもらって回復しながらどん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 奥に切り込んでいけるかどうかっていうところで、後ろに続くスーパーボーラーの仕事が全然変わってくるっていうのが、まあ、今回のアタック見ててもわかると思います。でこの後もう一本ですね、ペッカがちゃんと前衛についてくれたパターンっていうのも見てほしいと思っているので、まあ、それもね合わせながら、もう一本アタック見ていきましょう。これね惜しかったっすよね。ほんとレイジーとジャンプとあるから、これあれかな、多分これ回転切れたかな、もしかするとカズさん、もしかしてこれはそんな気が若干する、回転切れしちゃったかもしれないですね。あージャンプ使って多分レイジー対切ればタウンホールまで取れたんだけど、いけないところ見てこれ回転切れたな、もったいなかったっすね。はい、ちょっと話がそれましたけども、もう一本見ていきましょう。これですね、ちゃんとねヒーラーとペッカが前衛にこう行ってくれると絶戦結果が変わってくるっていうのがね、これでやっぱり分かると思います。このブラックさんのアタックですね、どんな風なアタックになってるかっていうと、ここをまずグランドウォーデンのオデヒーで削りながらペッカとスーパーボーラーをこちら側からガーンってこうタウンホールの方に向かわしていきます。でタウンホールまでスーパーボーラーが生き残るんですね。これがすごいのでぜひ見てほしいと思います。でグランドウォーデンヒーラーをつけていって、でこの投石器を狙っていきます。これねヒーラーこっちにつけなかったのはアーチャー等のダメージがヒーラーに入っちゃうのを避けるためですね。まあこれねおでんをもう少し左側に出したらっていう考え方もあるんだけど、そうするときっちりとこの投石器にあのおでんのターゲットが行ってくんないんですよね。そこをあの嫌って多少グランドおでんをこの投石器の真正面側に立たしたことによって、まあ、このねアチャトを警戒しなきゃなんなくなっちゃったってことですね。ヒーラーが舞台が突入する、本当はこっちにいた方がいいんだけどヒーラーがね素直にこうスイッチするから、まあそうできなかったのはこういう理由がありますね。裏側の方をカットしたかったんですけども、若干ねテスラが入ってきちゃってカットしきれていません、いませんが全然強いっすよ。これぜひ見ていてほしいんですけども、大砲をまずグランドウォーデンがレイジの時間しっかり使って完全に追っていきます。ここでアイスゴーレムからのアーチャークイーン、ヒーラーのスイッチを狙ってますね。ただアーチャークイーンダメージ食らってないんでヒーラーはグランドボディについたままなんですけども、さあ外周部分に流れていきそうなペッカがネクロマンサーのカットで戻っていくっていう、これもね奇跡的にすごかった本当に。でペッカがね中央部分にしっかり入っていきながらなんですけども、ちょっと若干遅れてますよね。でもヒーラーがボーラーについていて、さらに前衛にバーバリアンキングがいるから、これでさっき言ったペッカの体にババキンが竹取ってくれてるんですね。でボーラーが生き残ってます。今アチャクイに1体ボーラーがやられましたけど、ここね
しっかりと、マルチインフェルノ1本ぐらいのダメージだったらヒーラーがこう回復してくれます。まだボーガラの体力マックスで、ここでペッカと、バーバリアンキングが前衛に踊り出ましたね。こっからです。一気にペッカバーバリアンキングがガンガンこれを押していきます。さあこれババキンの裏に実はペッカもいるんですよ。見えないけどちょっとね、ババキンでかすぎて見えないけども、ほらペッカとババキンが前衛に行きながら後ろからスーパーボーラーが来るからまだ生きるんですよ。スーパーボーラースーパーボーラーってやっぱね体力ないからすぐに体力減っちゃうんですね。こういう風になんだけども、後ろからついているヒーラーが回復するからなかなかやられないですね。でこれに透析機、マルチインフェルノ、クロスボウとかのダメージが全部ボーラーに行っちゃうと、どん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 ボーラーが自利品でやられるんですけども、クロスや透析のターゲット、大砲、アシャトみたいなところは全部ペッカとキングが取ってくれてるもんだから、ボーラーがやられずに今タウンホールまで到達しましたよね。でそれができたからタウンホールの裏側とかもこう壊れていってくれて、最後アーチャークイーン、キングが能力を残すまでになっている。でさらにスーパーボーラーって攻撃力がめちゃ高いので、しかも範囲が広いから後ろにスーパーボーラーがついてくれると前衛でババキンが耐えているだけで後ろからの援護射撃がすごいんですよね。によって防衛をどんどん壊していきながらバーバリアンキング、ペッカーはどんどん前に行けて、で後ろにいるボーラーは、ダメージ多少食らってもヒーラーが回復するから無傷を維持できるというね、この構造を作るためにはやっぱり前衛にいるペッカー、この存在がめっちゃ大事っていうのがね、この3本のアタックをこう見比べてもらうとよく分かってもらえるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本年新年一発目はスーパーボーラーを生かすためのペッカの仕事、これに関して見ていきました。どうだったでしょうか。こんな形でですね、今年も1年僕のチャンネルクラン対戦の解説付きの動画中心にやっていきます。タウンホール12から14まで幅広く見ていきますので、今回もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。本年もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。